中井雅宏、重大病首ほっそり激痩せから1年8ヶ月の完全復活新レギュラー確定の裏に、TBS トップの存在も。中井雅宏、51が完全復活の時を迎えたようだ。中井、東野孝人、<く>広見、59が MC を務めるザ MC 光、ザ・ MC3 がか係 TBSK が、今週スタートのレギュラー番組化として調整されていると、7月2日。 早朝配信のトースポウェブが報じた。記事よれば放送枠は、かまいたち、グライダー、見取り図、ニューヨークがレギュラーを務めているものの、9月での打ち切りが報じられている、ジョンソンの月曜午後9時枠が有力だという。ザ・ MC3 は5月6日に特番として放送された。番組では中井、東の海が MC としての適性を見極める。 令和の国民的関心事テストに挑戦。誰が一番国民の関心事に詳しいのか、令和の国民的 MC にふさわしいのは誰なのかを争った。そのザ・ MC3 の一人である中井といえば、2022年7月に急性虫水炎で入院。同年10月には体調不良でレギュラー番組を休むと、同11月に1ヶ月の休養を発表。 最終的に休養期間を延長し、2023年1月から芸能化再開した。一部週刊誌では、盲腸癌を患っていたと報じられたほか、2022年7月に中水炎で入院した際、手術後の予後が悪く、腹膜炎を併発して大腸の半分以上を切除することになったという報道もあった。前述スポウェブによると、ザ・ MC3 のレギュラー化にあたり、 制作側から体調面を確認されたものの、中井は大丈夫だよ、と笑い飛ばしたという。中井さんは病名を明らかにしておらず、そういう時期が来たらユーモア交えて話したいと22年1月のテレビ番組で語っていましたが、何かしらの深刻な不調があったのは間違いありません。一時は頬がげっそりとこけ、首回りもほっそりしていて本当に激痩せしていましたからね。 関係者だけではなく、視聴者からも体調面をする声が多数上がったほどでした。一時期は最悪の可能性まで囁かれましたよね。しかし、退院後は食生活を見直し、自炊の回数を増やしているそうですし、ここ最近は顎周りにも肉がついてい、ね、見えます。入院から1年8ヶ月を経て、見た目に関しては完全復活といったところですね。 お笑いプロ関係者、ザ・ MC3 かレギュラー化するとなると、中井はこの秋から、ザ・世界行天ニュース、日本テレビ系中井正宏の土曜日のスマイルたちへ、TBS 系中井正宏の土曜日中井、テレビ朝日系誰か2中井、富士テレビ系と5本のレギュラー番組を抱えることになる。全室のお笑いプロ関係者はこう話す。ザ MC 3の・ MC3 総枠が、 ジョンソンと同じになるかはまだ伝わってきていませんが、レギュラー化するのは間違いないようです。キンスマをはじめ、大型音楽特番音楽の日、さらにザ・ MC3 と中井さんは TBS にかなり頼られていますよね。ザ・ MC3 のレギュラー化にあたっては、TBS グループのトップのバックアップもあったのでしょうか。6月27日付の人事で、 TBS テレビや TBS ラジオなどを統括する認定放送持ち株会社の TBS ホールディングスの執行役員でリュージロ氏60が同社の代表取締役に就任した。安倍氏はスマップ解散騒動が勃発した際、中井正宏の金曜日の妻たちへとして放送していた番組名を 中井正宏の金曜日のスマイルたちへに解大し、組を救った敏腕プロデューサーとして知られた人物。スマのままではスマップの番組と認定され、旧ジャニーズの創業家に打ち切りを通告される可能性があったから、安倍氏は番組名を変えたと言われています。安倍氏は中井さんの歌版のプロデューサーも務めたほか、中井さんと同郷の神奈川県藤沢市出身ということもあり、 深い縁があります。TBS グループのトップに立った安倍氏も、体調が回復した中井さんにはさらなる活躍をしてほしいと願っているはず。C3 のレギュラー化の裏には、安倍氏の存在も大きかったのではないかと、関係者の間では囁かれていますね。全土7月13日には MC を務める音楽の日の放送も控え、完全復活を果たしたように見える中井。 今まで以上に TBS で重用されるタレントになっていきそうだ。休養前の中井の激痩せ姿には、中井くん顔色が悪いし無理に元気に見せてるみたいで、休養しているけど心配しています。元気かな鶴瓶さんも知ってますよね、といった声が寄せられたものの、現在は顎周りにも肉がたっぷりとついたように見え、完全復活を遂げたようだ。